everyone! まゆです Welcome back to my channel! 本日はアメリカ留学中の生理事情についてお話していきたいと思います。私の大変お恥ずかしい留学中のエピソードや日本とアメリカの生理事情の違いについても紹介するので、留学を考えている女性の方に参考になればと思います。まずは生理用品についてです。ご存知の方も多いかと思うんですけれども、アメリカではナプキンよりもタンポンの方が主流になってます。スポーツ人口が多いからだって言われてるんですけど、まあ普段からジムに通ってる人が多かったりだとか、あとはまあナプキンだと汗かくとかぶりやすかったりとかするからだと思います。で、別にタンポンしかないっていうわけじゃなくて、ナプキンももちろんあるんですけど、サイズがちょっと大きかったりだとか、あの厚みがあったりだとかして、自分に合うのを探すのに結構時間がかかりました。というのも1回買ってしまうと一つ一つ3、40枚入ってたりとかするので、使い切って次のやつ試すのに時間かかりました。で、日本と同じで、まあ、薬局とかコンビニとかで普通にナプキンもタンポンも買えるんですけど、金額は枚数が多い分少し高めに感じるかもしれないんですけど、まあ、日本とそれほど変わらないと思います。普通、私もそうなんですけど、生理用品ってこう厚さとかあと長さで選ぶと思うんですけど、あのあんまりどの会社とか気にしないじゃないですか。羽付きとか羽なしとか、やっぱり欧米ではエコとかオーガニックっていうのが、まあ、その生理用品にも大切ってなってきてるみたいで、会社がどのくらい社会貢献しているかで製品選んだりする人もいるみたいです。あとは日本にも売られている月経カップだったり、あと日本ではまだ販売されてない月経ディスクっていうのも最近は使ってる人が増えてきていて、それもね、私留学してた時にはなかったんですけど、まあ、エコの観点からそれを選ぶ人が多くなっていて、月経カップっていうのは、まあ、12時間ぐらいつけっぱなしで、で熱湯消毒が必要なものになります。一方、月経ディスクっていうのはゴムみたいなやつにフィルターがあって、それをこう入れるんですけど、水泳ももちろんできますし、あとは性行為もできるみたいですね。タンポンがアメリカでは主流ってことだったんですけど、まあ、私はもちろんナプキンをね、ずっと日本でも使ってきたし、まあ、ナプキン派だったわけですよ。で、タンポンなんて使ったこともなかったし、使おうとしたこともなかったんですね。で、アメリカ留学中に私がタンポンを初めて使ったエピソードなんですけど、こうみんなで海に行く日と、あの、かぶっちゃったんですね、生理が。海辺でね、見学っていう選択肢ももちろんあったんですけど、別に具合悪いわけじゃないし、せっかくの留学生との旅行で入りたいなと思ってたんですよ。でもタンポン入れたことないし、まあ、ナプキンだったら絶対無理じゃないですか。だからもう今日は諦めなきゃって思ってたんですね。スペイン人の大親友がいたんですけど、え、どうしたの?みたいな、行こうよ行こうよ、泳ぐでしょって言って。で、私は、まあ、もちろん行きたいんだけど、まあ、今生理中で、ちょっと、まあ、タンポンとか入れたことないし、まあ、無理なんだよねって言ったんですよね。そしたら、いえ、できるよ。せっかく海なんだし、もったいないよ、みたいな感じで教えてくれたんですよ。これタンポンなんですけど、これタンポン持ってきて、こうやってやって、で、こうやってやって、こうやってやんだよ、みたいな。教えてくれたんですね。私も、じゃあ分かった、ちょっとやってみるわって言って、で、トイレにこもって、で、結局これを、なんかもうどうしていいか分かんなくて、でもこんなの、やったこともないし、なんでこんなものをどうやったら入るんだみたいな。結局、15分ぐらいトイレで分かんなくって、もうずっと葛藤してて、入れたことある人分かると思うんですけど、最初本当分かんなくないですか?もう何が正解か?で、どこまで入れるんだろうみたいな。で、友達が、大丈夫みたいな。私やろうかみたいな。え?みたいな。私やろうかとはみたいな感じだったんですけど、結局その待たせすぎてもう行かなきゃみたいになっちゃって、友達はもう待てないみたいな感じでもう入ってきて、ほいで、え、もうちょっと貸してみたいな感じで、私のやろうとしたやつ取って、ほいでもう私にダーパーンってで、一瞬で入ったんですよ。私の15分ぐらいの努力が一瞬でこう完了してしまいまして、すごいありがたいことなんですけど、もちろん恥ずかしいんですけど、もう恥ずかしいとかじゃなくて、この状態がね、すごいわこの子みたいな、もう全てひっくるめてすげえわと思って、でその子はもうなんかレッツゴーバモスバモスみたいな感じで、でもとてつもなくお恥ずかしい私の最初のタンポンエピソードなんですけど、なんか今は YouTube とかありますし、なんかね、事前にね、もしそういう時があったら調べればいいと思います。今はもうなんか笑い話なんですけど、その時からタンポン自分でも入れられるようになって、結構使うようになりましたね。特に体育の時とか圧倒的に楽ですね。違和感っていうのが全然ないんですよ。なんですけど、タンポンってこう膣の中にこう繊維が残ったりするみたいなのも言われてるので、アメリカでは
どっちも持ち歩くようにしていて、で状況に合わせて、まあ、基本はナプキンだけど必要な時にはタンポンにするっていう感じで、使い分けてましたね。日本に帰ってきてからは基本的にナプキンを使ってます。あと普通日本でタンポンを買うと、これとかもそうなんですけど、まあ、プラスチックなんですね。なんですけどアメリカでたまたま買ったやつが紙製で結構痛かったので、買うときは表示とかよく見て自分がいけるやつを買った方がいいと思います。でですね、なんともう一つ高校の時の恥ずかしいエピソードがありまして、その時に必要だった生理に関する英語のフレーズっていうのも紹介しながらお話したいと思います。留学して初めて生理が来た時のことなんですけど、ストレスとか環境の変化あると生理が早まったりとか、まあ、遅くなったりとかするじゃないですか。私はあんまりなんかストレスで影響とかされない方ではあるんですけど、友達とかだとね、半年間留学してからずっと来なかったっていう子とかもいたぐらいなので、結構その影響とかはあって、最初来るの遅かったりとか、慣れるまで時間かかったりするかもしれないです。なので本当生理用品はね、いつでもね持ち歩いてた方がいいです。普通の授業がある日に予期してない生理が来たんですよ。いきなり何も持ってなくって、不安とかあとストレスとかなんかいろいろこうバッて来ちゃって、具合悪くなっちゃったんですね。なんかお腹痛いし、どうしようみたいな感じで、早退したくなったんですよ。ほんと多分早退とかその時ぐらいしか知ってないんですけど、ホストマナーに迎えに来てもらおうと思って電話かけたんですね。説明の仕方が、言葉が分かんなかったんですよ。だからとりあえず血だと思って、Oh, I'm bleeding. 私血出てますみたいな感じで言ったら、What? みたいな。Are you okay? Did you get injured? みたいな感じで、怪我したのって思われちゃったんですね。まあ当たり前ですよね。No! みたいな。ちょっと待って。みたいな。その時スマホ持ってないんで、電子辞書で調べて、生理みたいな。そしたら、menstruation って出てきたんですよ。必死に、menstruation みたいな。でもそれ月経っていう意味で、普通のカジュアルな会話では使わないような。で、そしたら多分分かってくれて、で、Oh, you're on your period! みたいな。You got your period! みたいな感じで、言ってくれて、period っていうのが、いわゆるその文章の最後にあるピリオドのことなんですけど、それが生理のことになります。今生理中ですっていうのは、I'm on my period って言います。これね、普通になんか、Oh, I'm on my period, I'm not feeling good みたいな感じで使います。ホストマザーが理解してくれて、今、仕事中だから、ホストファザーが迎えに行くって言って、こう、生理だから早退するやつみたいな感じで思われて、学校始まってそんな経たないのに、なんかすごい気まずい空間でしたね。そっからはもうちゃんとバッグに常備するようにしました。生理用品を最初からしとけよっていう感じなんですけど、最初留学先の生活に慣れるまでの生理っていうのは、いつ来るか分かんないと思った方がいいと思います。じゃあ結局留学の時生理に関してどうすればっていうお話なんですけど、基本的に生理用品は現地調達で問題ないと思います。でも適当に買わずに、どんなものかっていうのはちゃんと説明書きを見て、で分からない言葉とかあったら調べて買うのがいいと思います。ちなみにタンポンっていうのはタンポンなんですけど、そのまんまですね。ナプキンは英語だとパッドとかサニタリーパッド言うので気をつけてください。ナプキンって言っちゃうと食卓にあるね、口を拭くナプキンの意味になっちゃうので、であと羽根付きだったらそのまんまですね、 with wings っていう風に言います。やっぱりですね、最初は日本の生理用品を持っていくのがいいと思います。私も結構用意していきました。いつ買いに行けるかもわからないですし、もう現地のものが合わない可能性もあるので、あとはですね、薬は一応日本から持って行った方がいいと思います。まあ、いろんな薬持ってた方がいいんですけど、アメリカの薬ってちょっと強すぎちゃったりとか体に合わないっていうことがあるので、もしこのぐらい必要っていう風に分かってるんだったら、もう留学期間分最初に持ってきちゃうか、または途中で家族に送ってもらうとかするといいと思います。余談なんですけど、大学の頃留学した時に驚いたことがあって、避妊目的じゃなくてもピルを飲んだりだとか、あとは IUD っていう避妊リングっていうのをつけていたりだとか、あとはすごい驚いたのは、この腕のところに線が入っててこうつまめるんですけど、皮下インプラント避妊って言うんですけど、ここにチューブを埋め込むことで5年とかの間、まあ、避妊ができるっていうやつなんですね。そういう避妊をしたりだとか、あとはピルを定期的に飲むことで生理がいつも同じ時期に来たりだとか、あとは逆に生理が全く来なくなったっていう人もいました。なんかそれも人によったりだとか、あとは何をするかにもよるんですけど、まあ、どんな種類のピルを飲むかとか、生理前の PMS が辛いとか、生理の時にすごい体が具合悪くなるとか、そういう理由でピルを服用しているみたいな人も多いです。
なんか日本だとピルとか飲んでるイコールこう避妊みたいなあのイメージが結構強いんですけど、まあ全然そういうわけじゃなく、人それぞれなんか理由があるわけですね。アメリカでもなんかいろいろみんな試したりとかして、で体にあんまり合わなかったらまあ違うやつにしたりとか、結局やっぱりみんな生理用品は持ち歩いてて、まあいつ来るか分かんない状態だったりだとかあのするみたいです。で日本でもなんかピル飲んでる人って多いと思うんですけど、まあやっぱり圧倒的にアメリカの方が多いんじゃないかなと思います。はい、かなりお恥ずかしいエピソードもさらけ出したんですけれども、今はもう思い出の笑い話なので、これから留学したいなって思っている女性の方とかに届けばなというふうに思ってます。皆さんのご経験とか、まあ、他の国ではこうだよとか、まあ、アドバイスとかあればぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録や高評価もしていただけると嬉しいです。以上になります。バイ。